エカテリーナ・コネワは三段飛べを専門とするロシアの陸上競技選手。ユニバーシアードで二度金メダルを獲得している。2015年1月現在、自己ベストは14メートル89。ハバルフスク地方に生まれ、同地で短距離走及び総幅跳びの選手として競技を始める。2007年2月7日にドーピング検査にて過剰なテストステロンが検出され、 二年間の試合出場停止を余儀なくされる。2009年に禁止が解け、100メートルで11秒76の自己新記録をマークし、200メートルでは23秒89を出した。2010年に三段跳べに転校、ロシアの23歳以下のタイトルを獲得し、23歳以下のスパルタキアードで2位に入賞した。2011年に、 自身初の14メートル超えを達成し、ロシア室内陸上競技選手権大会で、室内記録14メートル18をマークした。ブリアンスクで開かれた試合では、総幅跳びで6メートル70、3段跳べで14メートル46の2つの自己新記録を打ち立てた。ユニバーシアード前のロシア、陸上競技選手権大会では3位に入賞。 新戦で開かれた2011年夏季ユニバーシアードでは金メダルを獲得した。2012年の序盤に14メートル60の自己新記録を出し、この記録は2010年の世界10位に入った。同年のロシア室内選手権では3位入賞を果たすも屋外では活躍できず、ロシア選手権では10位に終わっている。さらなる飛躍は2013年に訪れた。 ロシアチーム選手権を1 4ル8 0の自己新記録で優勝し、ヨーロッパチーム選手権大会出場に名乗りを上げた。この時の記録を火山で開かれたユニバーシアードで2センチメートル上回り、大会記録を樹立した。ロシア国内で最も権威ある大会の一つであるブラザーズ、スネメンスキーメモリアルでも勝利した。IAF ダイヤモンドリーグを構成する1。 競技会であるロンドングランプリで14メートル52を飛び、初優勝を飾った。モスクワで開催された世界選手権では、今季世界最高記録で優勝したカテリーニ・バルグエンに4センチメートルまで迫る14メートル81をマークし、銀メダルに輝いた。ありがとうございます。